はいどうも、ギタープラネットハイのフラの松本です。タイラー USA 本日入荷2本目でございますね。編集は間に合うのだろうか、そんな細かいことは気にしないで開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープン。おあーすごい。はい、すごいですね。いやー、ヘッドすっごい、ヘッドすっごい、バーザーイにマッチングですっごいことになってる、すっごいことになってる。うわー、なんですかな、マホガニーバッグかな。いやー、ジェームスタイラー USA スタジオエリートフルオプション、こちらカラーリングは、パープルブルーバーストでございますね。ブルーパープルバーストだったかな、最近出た新カラーでございます。この鮮やかな青からですね、紫に行くんですが、なんでしょうね、実際見ると結構エッジは紫なんですが、非常に青が濃く見えるというですね、非常にかっこいいカラーリングになってると思います。ネックやばそれではスペックを見ていきましょう。ほい、ジェームスタイラー USA スタジオエリートでございます。ボディウッドはマホガニーでございますね。はい、トップ材は、はい、セレクテッド、キルテッド、メープル、私が選びましたという、そんな感じでございます。はい、でこちらトップ材を貼っておりますので、先ほどもそうですがリブドボディになりますね。はい、チェンバードと言われる構造なんでしょうね、あばら状にくり抜いた構造になっております。でこちらの個体は、マルチレイヤーバインディング、これですね、はい、積層バインディングが施されております。パキッと締まったルックスになっております。ネックはこちらもローステッドバーザイネック&シバンで、こちらも、現地でですね選定してきたバッキバキのローステッドメープルになっております。最高にかっこいいですね。ネックシェイプは芯59、ナット幅1と8分の5、細いタイプになっておりますね。こちらボディカラーは、ブルーパープルバーストというですね、こちら比較的新しくて新色になるんですけれども、鮮やかなブルーからトランスパープルにこう、まあ、なんて言うんでしょうね、バーストをしているんですが、お写真で見るとね、かなり青が濃く見えるんですが、意外とこのエッジは意外と紫です。はい、真ん中は濃い青から濃い紫へ変わるような感じですね。青みが非常に映えるカラーになっていると思います。でこちらですね、バーズアイメープルでネックをしているんですが、はい、マッチングヘッドになってますので、ヘッドに木目が透けております。めちゃめちゃかっこいいです。めちゃめちゃかっこいいです。ぜひご覧いただければと思います。ピックアップは SSH 配列で、全て JTO ピックアップを採用しております。ダミーコイルを持ったですね、フルオプション専用のピックアップになっております。コントロールはいわゆるフルオプションでございまして、ボリューム、ブースト量、ミッドブースト、バイパスボタン、それぞれのピックアップのシリーズパラレルスイッチ、リードリズムサーキット、リアダイレクトスイッチ、5A セレクターを備えております。ハドヤは G2、TS、タイラーサドルのトレムユニットとヒップショット、ロッキングチューナーを採用しております。全体を通してですね、いやもう木目がやばいですね、今回の。やば、自分で選んできたんで何とも言いませんが、非常にかっこいい一本に仕上がってると思います。いかがでしょうか。あ、
あ、ちょっと頭が映っちゃうけど、意外と、あ、これ、あ、ここ分かりやすいですね。この紫の感じがね、結構伝わると僕は嬉しいんですけれども、はい、ヘッドのこの感じもすごいですね。ちょっと暗いお色なので、映り込みがとんでもないですが、こう、分かりますか？うわ、これすっごい木目がですね、ヘッドの木目が見えております。非常にかっこいいですね。いや、こんな感じです。すごいかっこいいですね。いやー、これ黒ピックガード合わせたのはもうグッジョブじゃないですか？いいですね。いやー、かっこいい。こいいでございますね。はい、こちらの個体も、私が現地で選定してきました材を使っております。非常にね、いい感じのバチバチの感じに仕上がっておりますので、ご検討いただけますと幸いです。ちょっとバチバチにしすぎたせいで値段もやべえんですが、まあ、かっこいいからしょうがないよね。はい、本日から店頭展示開始いたします。気になる方はぜひお問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いいたします。